さじき原え、どんなタイトルコールやねん。さじ、だ、誰さじき原。阪神の中継ぎね。昔の。知らん知らん知らん。渡辺明。秘変に、浅い、深いの、浅いの右側。で、さじき。さじき原ね。さじき原、エグサ、渡辺ね。JFK の裏。そう、うん。ただね、JFK って俺やんか。うん。ジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田智之の、黄金の、リリーフ陣、はい。勝利の方程式ね。それぐらいはわかります。それはわかるよな。うん、今日の動画。7回、8回、9回って、こう、JFK が投げて、勝てるから、もう先発は6回まで投げとけば、はい、もう安泰みたいな。はい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 。のがあったんやけど、ありましたね。JFK だけじゃないっていう。そう、優勝するチームは、やっぱ、リリーフも、控えのリリーフもすごいね。すごいね。え、初耳やな。その、1点差で負けてる時とかに、はい、エグサとか、サジキハラとかが、ちゃんと抑えるから、うん、その後逆転したりし、ね、できるっていう。そんなんおったんや。うん。マジで知らんな。サジキハラとかなんか、無失点記録みたいな作ってなかった。え、うん、新人無失点記録みたいな作った気するな。はい、今日の動画は、今、5本ぐらい撮影してまして、うん、朝の5時なんですけど、撮影終わりで飯を食いながら、とわにギリギリわからない野球の話をしようっていう動画です。もうほんまにね、野球の話普段いつも動画で我慢してるからさ、いや、できてないできてない。溢れちゃってるから。俺顔ふーんってして聞いてるもん。たまにみんなわかるの、あの目開いて。大丈夫、ついてこれてるってみんな。なんか今までなんか分からんかったやつ、分かったやつ、なんかどういうのがあった、野球の話なんか俺らあんましてないと思うけど。してるしてる、めちゃめちゃ。ですね。もうちょい前を入れる。無意識にしてるからもう覚えてないけど。もし野球の話をしてるとしたら。でも、なんやろ。お前あんだけ話してて覚えてないんや。口をついて出てしまっているだけのものやから、その考えて喋ってないから。その、覚えてない。そうっすね。でも世代で結構あって、うん、僕最近のはあんま分かんないんですけど、うん、ちょっと前、わお、ちょっと前とかは結構分かるんですよね、うん、だから前のコナンの動画で出てた赤田とかは分かるんですよ、オリックス。赤田翔吾、うん、分かるんや、詳しい。だから俺微妙にね知ってて、うん、だから JFK とかもちろん知ってるし、うんうん、赤田翔吾なんか誰も知らんで、いや、たまたまね、知ってたんですよ。でも斎藤佑樹は知らないですよ。斎藤佑樹ってなって、うんうん、だからもうハンカチ王子しか出てこへんかったから、まあそらそうよ。葵って何って。ほんま。うん。誰も知らんピッチャーで。斎藤佑樹分からんかったし、それは、誰も知らんのに斎藤佑樹と名前一緒のやつおるっていういじりで知られてるやつや。ああ、そうなんや。そう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 。全然知らんくて、で、まあ今岡の存在自体、は知ってて、うん、でロッテに行ったとこまでは知ってたんですよ、うん、阪神からロッテに行ったところ、うんうんうん、で今岡の弁当がうまいのとかも知ってるんですよ。え、何それ。阪神の球場の、球場グルメ、はい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 、結構今岡のね、はいはいはい、弁当がグルメでみたいな。ああ、ありがとう。びっくりした。いいですね、日常感。これサブちゃんですよね、うん、サブちゃんに決まってるやろ、うんうん、やりに行かれても、うん、メインでこんなんするか。で、そのでもバネ指になったのはさすがに知らんかったから、はい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 、でもバネ指っていう病気は知ってたから、なんかなんかおもろいんやっていう、うんうんうん、ほんで今岡が病気になってるってのがおもろい、なんか、うんうん、それで言ったらね、今岡、はい、打点王になった年か、はい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 、147打点、詳しい、年間、うん、でうちちょうど3分の1で49打点が、うん、満塁の時だけです。え？めっちゃすごいんちゃう？満塁で15打席回ってきて、はい、49打点。やばか。え？それ理論上だって満塁ホームランを、満塁ホームランを4発ぐらい打ってて、もうほぼ走者一掃。そうっすよね。まあまあ2塁打とか。25打数15安打かな、満塁時の打率が。で、49打点。そんなスターやったんや、今岡って。まあ、犠牲フライとかもあると思うけど。ああ、そっかそっか。その年の今岡はほんまに、永遠に超えられへん記録って言われてて。今の村上52本ぐらいヒット打ってて、打点125とかやから多分。微妙に。うん。どうした
映ってないな。あ、はみ出てる俺が。そう。いいね。サブちゃんから。いいんか。サブちゃんやから。ほんで、はい。そう、満塁が、まあ異常やんか。25打数15安打。うん。打率6割。うん、以上。49打点、やばいやんか。うんうん、これ、うん、ランナーなし。うん。が一番打率低いねん。その年の。うん。今岡。うんうんうん。で、次がランナー一塁の時やねん。うん。で、その次がランナー二塁の時やねん。うん。その次ランナー三塁の時で、うん、ランナー一二塁、ランナー二三塁、で、ランナー丸塁って。ほんまにチャンス拡大するごとに打率高いっていう。奇跡の年よな、ほんまに。うん、すごいね。そうね。勝負強すぎるっていう。うんうんうん。私知ってた奇跡の年。知るかい。最終的に、ほんで打率2割8分ぐらいやね、うん。うん。ほんまに超えられへん記録。やのに、で、ホームランもほんま20本ぐらいで。え、ああ、そういうことか。やのに147打点やね。チャンス強すぎて。チャンス20丸やん。パワープロで言うたら。うん、そう。ほんまチャンス20丸とかで。うん、抑え期間ぐらいの。うん。え、その、ベテランさんは結構知ってるんですか、もう。そういうのも。うん。まあ今の野球ファンやったら結構知ってるデータ。うん、そうなん、うん、俺はもう、いっちゃんも群を抜いて一番詳しいと思ってたけど、あ、いや、同じぐらいなんですか、一緒ぐらいちゃう。うん。そうなんや、じゃあもう、うん、俺だけなんや、やっぱ完全についてかれへんくなる可能性があるのは。俺何時へ書き込んでたしな、12ぐらいの時。あれ？あ、マジで。まとめサイトじゃ飽きたらんくなって、うんごの。予測ビップとか、はいはいはい、J とか普通に書き込んでて。使い手やったんや、うんごの。未だに覚えてるけど、あの、めっちゃ有名な、ガナニーって知ってる？めちゃくちゃ気持ちいい一人エッチオナニー。はいはいはい、はい。方法考えたっていう。うんうんうん。まず、玉の裏にゴツゴツしたとこあるやろ。そこ触んねんっていう。あ、それね、うん。伝説のスレッドあって、当時の入足ビップ。うん。俺、リアルタイムで見ててそれ。マジでガナに、うん、ガナやったんやっけ、ガンやった。それガンやから、早く病院行け。わら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 。すぐ繊維って、そのスレ。そら行くよな。うん、なんか、俺らの世代の野球好きってやっぱ何 J と歩んできてるからね。ガン触ってたら気持ちいいんやっていう本で。清掃ガンの人。意味わからん。そうなんや。え、そっか、やからまあ、でも視聴者の皆さんもね、多分俺よりも多分もっと知識ないやろうから。そうね。だからトワが分かるぐらいの言って覚えてもらう方が。そうそうそう。ほんまにそれが一番ありがたいと思いますよ。視聴者さんにとっても。うん。ああ。あの西武のホーム球場、西武ドーム。今なんていうんや名前忘れたけど。何やっけ。メットライフ？かな。うん。ドームやけど、一部開いてて通気口みたいな。そうね、うん。あれ気候を良くするために開けてんのかなって思うんやけど、うん、夏グロ暑くて冬グロ寒いらしい。設計ミスってて。普通のドームにしてたら空調でめっちゃちょうど調整できるのに、変に通気口ついてるから、うんうんうん、雨は防げるけど、夏も暑すぎて。うん、ほんまにその西武から楽天にめっちゃ FA するの、それも関係あるんちゃうかみたいな。なんか施設の設備の調子が悪い。でもなんか設備悪いらしいな。うん、そうなんや。西武の設備悪いの有名。うん。西武といえばやっぱおかわりくんですよね。だから、俺ほんま一個前なんで、うんうんうん。古いんですよ、ちょっと。パワープロやってた時代がそんぐらいやったから。うん。だからほんまに。あれは？え？古きの21ホーマー39打点してる？え？なんで笑ってるんかがわからへん。面白。横浜を、今岡言ったやん。うん、今岡の逆で。ほんま同じホームラン数ぐらいやんな。うん、今岡も多分二十何本やねんけど、うん、古きっていう、横浜暗黒時代の、ドラフト1位で入ってきた期待の若手みたいなので、うんはいはいはい、25歳ぐらいで、21本ホームラン打って、うん、まあ打率はそんな良くないねんけど、まあ弱いチームやから期待の若手でめっちゃ使われたんやけど、うん、チーム弱すぎて、ホームラン21本で39打点しかなかったっ。うんホームラン21本やから、自分が21回帰ってきてるから21打点確定してんねん。うん。あと18しかない。タイムリーと、やっぱ。ホームランもだからランナー追ってホームラン打ったらそれだけでも確定してるから。うん。別にホームラン21本打つだけで多分30何打点ぐらい普通は入んねんけど。入る。トータル39打点。かわいそう。これ謎の成績。古きでも知らんな。うん。古き勝明みたいな。うん。古田敦也しか知らん。メガネのキャッチャー。フルタツヤ。うん。解説うまい。知的やからな。うん。うん。野村克也の教えを。うん。ノブさんね。うん。ぼやき。てる。はい。
どうですか？リグス知ってる？リグス？リグス。ギグスはサッカーでしょ？マンチェスターユナイテッド、ファーガソンの教えをね、うんうん、キャリック、ギグス、違います、はい、うん、リグス？リグス。いや、その、エッチな言葉何？架空の下ネタ。リグス。リグス。銀もみたいな。覚えときなさい。なんすか？え、そんななんか、界隈では有名なんすか？別に。なんやねん。名前おもろいだけ。よう打つ助っ人外国人。ここで言ったら、カベちゃんが笑うかなと思って言っただけ。うん。ああ。コインって言いませんでした？阪神に。コイン？え、そんなやつおった？おもろすぎやろ、何？ほんまに？うん。いつよ。え、コインみたいな名前の。小銭なんすか？いや、え、コインっていう一年だけ助っ人。ほんまに？いや、覚えてない。メンチとかと同じ時期です。メンチ？キンケイドとか。うん。ケビンメンチ？メンチ、メンチとほんまほぼ同じぐらいに。おい、おったんかな？コインっていうやつが、おるみたいな。俺、いとこが野球好きで、その話だけされた。でも一軍でそんな出てたら絶対覚えてるから。うん。出てなかった。一軍とかじゃない。全然出てないです。コインは。だから期待されてきたわけでもないんじゃん。うん。うん、メンチとかやったらやっぱ期待されて、出てきて全然活躍せえへんから。そうっすね。ネタ枠としてみんなの印象に残ってるけど。うん、まあ、確かにその。あの頃のあの、アリアス、ブラゼル以外全員外れやった頃の。はいはいはい。うん、阪神の、まあまあと思ったけど。アリアスね。阪神の助っ人、素手でバット持ちがち。いや、そのコンラッドやろ。コンラッドあるあるやろ。わからんわからん。コンラッド。え、なんでなんでコンラドっていう選手本名。いや、コンラッドはわかります。うん。素手やす。素手やね。いや、わからん。ほんま。うわぁ、羨ましい。一個知識多いだけやのに。俺より。ワンステージ。うん。一個上なだけやのに。くそ。コンラッドなぁ。あと何面白いかなぁ、野球の知識で。コンラッドって両打ちよな。そんなやつおり。あれは？コンラッド。あの、その年間成績は確か1打点で。ん？まあ、それ全然活躍せへんくて、うん、すぐ出れへんくなったから、オープン戦は結構打ったんかな。うん、で、だからその、助っ人外国人とかが来て、はいはい、2打点上げたら、もうコンラッド超えたって言われる。なんか、だから、わ、今のとか、露骨に分かりやすいですわ。うん、笑いどころが、うん、うんうんうん、だからそのほんまに何やろ、うん、コンラッドが素手でバット持つとかのがもうマジで分かんないから、そうね、面白くないもんな別に、うん、ただあるある分かってるから面白いだけ、ただあるあるのだけやもんな、だからほんまそれぐらいの、そうやな、だからコンラッド、もうコンラッド超えたとかの分かりやすいのも散りばめてほしいですわこれから、なるほどね、だから2ちゃんとかでいじられてるやつはやっぱちゃんと笑いどころあるよな。うんうんうん。いや、そうそうそう、そういうほんまなんか。いじり方が確立されてるやつ。うんうんうん。そういうのを多めにしたらもっと。なるほどな。なんか、いいかも。うん。なるほどな。なんかもっと、視聴者もなんか、うーんってならん気する。うんうん、多分ほんま、うーんってなってる人結構いますよ。いやー。ここだけは残念やなって。うん。野球の話さえなければ。野球、サッカー好きすぎやろっていう。うん。それでも俺らの魅力でもあるけどな。うん。難しいとこ。うん。まあ、ほんまに同じぐらいの割合でいいなって思う人と、うんって思う人おると思います。うん、ちょっとたこ焼き食ってミートあげるか。なになになにそれは。パワープロのイベント？うん。あるんや。じゃあ一個もらっていい？うん。パワープロも詳しいやん。パワープロのマイライフ。はいはいはい。たこ焼き食ったらミート上がる。サクセスじゃないんや。マイライフ。うん、あと、たこ焼き屋のアバタさんと仲良くなったら、アバタボールっていうオリジナル、うん。いや、それはわかりますよ。おう、うん、いいね。ナックルみたいなやつだ。うん。スラーブみたいな、なんか、斜め下に落ちるような、うんうん。いや、アバタボールはナックルよ。めっちゃ揺れて落ちるよ。え、そうでしたっけ？うん。それあれじゃん、女の子のやつじゃん。早川さん。プレッセントムーンじゃん。あれ、それ、進化方向じゃん。立花瑞稀？立花瑞稀でもスラーブ方向か。うん。え、めっちゃ急にパワープロ盛り上がるな。いや、パワープロは詳しい、結構、うん、やってたから、パワポケとかも、だからボンダ君とかね、矢部君とかじゃなくて、うんうんうん、うん、夏之助、え、誰それ、それあれか、グラゼニの主人公か、あ、知らん、
野球漫画。いや、知らん。アナゴ三兄弟みたいなね。ムツゴ高校。はい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 。同じ顔の。大金持ち太郎は黒金商業の。何それ。パワープロすぎるやろ。パワーフェスに出てくるやつや、多分。ハリソン筋金ね。大西ハリソン筋金。アンドロメダ学園の。うん。ハリ筋。安藤梅田学園が買収されて、アンドロメダ学園の。そうなんや、おもろ。解明。詳しい。で、科学の進歩がどうのこうのみたいなの言って、その、ゴーグルとかつけて、覚醒すんでね。はいはいはい。ザコピーが。でも確かに。いじられ、どうやっていじったらいいかみんなが分かってるやつ言うの大事やな、確かに。うん。濃いあるある言ったらあかんよな。うん。だからまあ、いじられ方確立されてる言ったら、ヨウダイカン FA してからずっと巨人の2軍おるとかやな。うん。あんまそれいじられてない。あれ。間違えた。お前がいじってるだけちゃう。次こそちょっと確立されてるんですから、ちょっとごめん。容態感。ずっとではなくないですか、別に。ごめん。多分、巨人来てすぐは結構活躍してるんですよね。ほんまにあるだけのあるある言ったらあかんよな。あと、容態感お兄ちゃんやんか。え？で、弟の方は、ヤン・ヤオシュンっていう。読み方なんで容態感は日本の読み方して。ヤンヤオシュンはヤンヤオシュンやねんっていう。なるほどね。これずっと思ってたな。あんまいじられてきてないけど。めっちゃわかりやすいじゃないですか。うん。ソフトバンクの左ピッチャーやな。俺もヤンヤオシュン。だってヨウダイカンって結構知名度高いでしょ。うん。さすがに。うん。わかりやすい。どうやろか。ヨウダイカンは知ってるでしょ。顔かっこいいしな。守備職人ですよ、日ハム時代は。うん。途中ちょっと覚醒して20本ぐらいホームラン。いや、そうなのよ。結構バッティングもいいのよ。うん、巨人来てからまたちょっとあんま打たんか。バッティングようなって2年ぐらいで巨人行って全然あかんくない。うん。うんうん。まあ、だからいじられ方確立してるで言ったら、なんか、アーロン・ジャッジが、優しい返球で、強い球投げるっていう。上品な、早急姿勢から下品な速いレーザービームをアーロン・ジャッジが投げるっていう。そう、大山雄介じゃなくて。うん。まあ、日本にやったらそうやねんけど。品のある早急。うん。品のある早急で、ブーンって。うん。これメジャーな豆知識。わからん。MLB の。ヤンキース豆知識ですね。まあ、だから日本で言うと、その、うん。阪神の4番。うん。サード。うん。大山雄介。うん、わからん。わからん。あ、大山知らん？阪神の4番はだって、ブラゼルでしょ。え、4番ちゃうくない？ 6 とかやけどな。5番ちゃう、ブラゼルって。4番、荒井隆弘やろ、その時。ああ、福留。3番、鳥谷、4番、荒井、5番、ブラゼルちゃう。え、ブラゼルの次の4番は6番、城島ちゃう。あれの次は、その、荒井の次の4番はったらブラゼルちゃいますの。ブラゼルが4番打ってた時なんかないぞ。まあまあ、でも日によっちゃ打ってるかも、でも。マートンは、うん、マートンは1番。1か。マートン、平野、鳥谷。うわ。荒井、ブラゼル、城島、晩年の金本とかよ。上本とかが出てきて。ああ、そうね。俊介とか。で、その時はもうずっと平野がめっちゃ良かったから、うんうんうん、セカンドで。オリックス行った人ですよね、平野は。あ、逆。オリックスから阪神。あれ。そう。ちょ、でも阪神やめよう。リグスとかそういうし。確かに。知ってるか知らんかギリギリのがいいから。そうやな。うん、いや、ちょっと知っちゃってるな。さすがに。阪神とかなると、周りもやっぱ友達が阪神ファン多かったから。シコースキーは？それ知ってます。ぐるぐる腕回す。それは知らん。あ、ほんまに？サークルチェンジ投げれる人ですか？ファルケフォークか、それは。いや、うん、バルカンチェンジみたいな。まあ。あれやん。あ。でも、ファルケンフォークも、なんか落ちる球チェンジアップ系あった気がするけど。ハルケンボウがスプリットちゃうの、うん、スプリットカーブ。カーブ投げるな。スプリットカーブやな、ハルケンボウが。グライシンガーじゃん。グライシンガーのバルカンチェンジ。バルカンチェンジ。バルカンチェンジ。ヤクルトから巨人。うん。知ってます。残念ながら。あと、ホアシは。その西武の先発ピッチャーのホアシ。ホアシね。え、ワクイとかしか知らん。ホアシもバルカンチェンジじゃん。なんかそのサークルチェンジ系のあった気するし。ホアシがバルカンチェンジじゃん。あ、でも、グライシンガーバルカンチェンジだと思う。やっけ。うん。
で、そのフォア足はパーム投げれます。パーム投げるな。で、あとスライダー回転するからストレートが、え、マスラそれプロスピちゃう。そう、プロスピあるフォアプロ知識じゃないの。フォア足はフォア足のストレートはマスラって。何をハモってんすか、マスラで。マスラね、うん、気持ちいいやろな、マスラ知ってたら。マスラでハモれたらマスラねで、ね。あとなんやろな、知らん。フォア足は欲しいこと。フォア足知ってて得するかな。え、グライシンガーが牽制うまいみたいな話は牽制にうまい下手ある。いや、めっちゃあんねん。あんねん。え、球児園見YouTube に上がってるから、球児園。うん、かなえ球の球に野球の球やろで、球児園。うん、うん、見洗い場とかの守備は見ますけどね、たまに。アラキーバター、うん、ないっすね。アライバの守備って言ったらその鹿島アントラーズのサイドバックかと思うから、前ソガハタとこ置くとき、なんでやねん、なんでやねん。ややこしい。ごめんごめん、サッカーの話やめよう。岩政とかね、うん、おったけど誰かなって思うから、センターバックね。鹿島原光雄かなって思うから、うんうん、マンオね、マンオ。遠藤康思うから。柳沢、柳沢敦史、野沢拓也。うわー、夏うわ、夏。おいおいおい、元山野沢野沢懐かしい。二川ぐらい夏いやろ。うん、二川より夏い。二川ガンバ大阪のね、二列目、二川、うん、二岡、その辺のちょっと昔の二列目。いや、それ山本真奈とフリしてた。お二岡、それモナオカのね。え、それ知らん。モナオカって呼ばれてた、ね。山本真奈と二岡中華なんかしてたね。はいはいはい、うん、二岡みたいなの出したいね。清水孝之、それ巨人の外野のセンターかなんかも。めっちゃ守備下手、二塁打めっちゃ打つ、うん、何そのめっちゃあるある。二岡と同じぐらい中距離バッター、めっちゃ弾道低いねんけどパワーはあるっていう、うん、ですね、清水孝之。詳しいで、守備は上手くない、あかんよ。山岸典弘は、山岸典弘って誰やっけ。あれ全然あかんやん。モンテディオ山形のゴールキーパー。おーい、じゃい、なんじゃい。え、代表とかも浦和におったっ。あ、浦和おったおったおった。おったよ。浦和行った、浦和行った。都築の ACL の PK ストップ。熱いですよねー。おいおいおい。もうサッカーなっとんがな。サッカーなってるし、詳しいし。2位じゃないのよ。2位。知らんのよ。え、何の話しないんだっけ。野球か。え、だからチチャリートが途中交代出てきて結構点決めるっていう。それ万有あるあるじゃん何をそんな気分ようなってガハハちゃうのよ。エルナンデスな、メキシコ代表のハビエルナンデス、うん、チチャリートこと、うん、ディエゴミリートディエゴ・ミリート、チャンピオンズリーグ優勝、うん、インテル・ミラノ、チャンピオンズリーグ優勝の盾役者、うん、抵抗するよ、俺だって持ってる手札で、少ない手札でなんか、何々ことみたいなやつ、あー、欲しいな、チチャリートみたいな。チチャリートこと、はいはいはい、アビエル・エルナンデスみたいな、はい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 、はい、だから知ってるからね、ちょっとは。ガッツこと、小笠原が、あー、はいはいはい、めっちゃいいやん。うん、神主だほうね、知ってますね。ヒゲ生やしてたかと思ったら剃ったりしてね。そう、巨人行ったから、うん、知ってますね。サムライカッスレ、あ、そういうことか。カッスレ、分からない。あ、ごめん、カッスレの話はやめようか。カッス、え、ガッツがもうカスるからってこと。あの、何 J で、うん、ガッツが、うん、あの畜生行動を繰り返して出た出た出た、最後ベンチで息を引き取って発見されたっていうあるけど、何それ、ショートみたいなのを、うん、カスっていうタイプ。知らんカスレっていう。カスのスレッドを作るね。カスレ。うんうんうん。っていうけど。最悪の文化。何やねん、それ。いじめやん。いや、ほんまにいじめ。ほんまにいじめ。匿名性を使った。あ、だるま。うなガッツこと、小笠原慎之介。安倍慎之介が、はいはい。顔うなぎに似てるから、うなぎって言われて、うんうん、小笠原がガッツって呼ばれて、うん、で、中日に最近入った小笠原慎之介ってピッチャーが、うながっつって呼ばれてる。いや、
だからそこまで掘り下げてくださいよ、毎回。そのうながつこと小笠原慎之介はガハハで終わるんじゃなくて、ここまで下げてくれたらみんな笑えるようになんねん。もったいないよ。確かに。その。それはそうだ。確かに。うん。確かに。いや、うん、そうっすよ。ほんま、そこまでニッチなこと言うのはいいけど、確かに。ちょっと解説するだけでこんなに救えんねんから、人を。確かに。うん。ちょっと、あれはもうちょっと。和製セギノールこと杉谷健志。いいやん。え、それは知ってますよ、杉谷は。杉ノールって呼ばれてる、うん。杉谷は有名でしょ。セギノールっていう、めっちゃホームラン打つ外人がほんま10年ぐらい前にじゃ持って。はい。それすごい、スイッチヒッターやねん。あ、そこ両打ちで、杉谷も両打ちで。杉谷が自分で言い出したんかな、かもしれん。確かに。古杉谷もんな。なんかいじるには。うん、すごいプロデュース、うん。自己プロデュース力。うん。杉谷ってね、あれでしょ、トンネルズのやつにずっと出るやつ。そう、うん。マジでおらんからな、自分が打てへんのをお笑いにしてる野球選手なんか。うん、でもそれで人気なんでしょ、ちょっと。うん。それはタカチャンネルズとかは杉谷で持ってるからな。マジで杉谷ってすごいからな、うん、めちゃくちゃボケるための記者会見するしな。何それ契約更改の会見みたいな。めっちゃボケる一人だけ、うん、普通はいくらになりましたで終わりやけど、うんうんうん、クビじゃなくてすいませんみたいな謝罪会見する何それ、めっちゃお茶目やな。お茶目。あれはドミンゴは楽天におった外国人ピッチャーで、来日3試合目ぐらいに抑え任命されて、うん、めっちゃ炎上して、うん、で最後あのボークって言われて投げ方悪い。はい、それわかります。であのブチ切れて、うん、審判にクソーって切れながら、うん、マウンド降板して負けピッチャーになって、うん、それから2チャンで抑えが炎上したら何々うんこわら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 。え？それがうんこよ。え？うんこの始まり。ドミンゴのうんこよ。え？こんなところで。由来知るとは。やっぱ抑えて炎上しやすいから、うん、あ、そっか、先輩になりやすいからいじられがちやん、うん、だからやっぱ藤川球児とかも、はい、めちゃくちゃ抑えの、うんうん、そんな印象あります、うん、ストッパーですけど完全なる、うん、その一回そのあれ矢野の引退試合やっけ、矢野の引退試合で、うん、今の阪神の監督のね、うんうんうん、矢野の引退試合であれ見てたわ俺、城島が先発でキャッチャー、うんうんうん、で当時スタメンは城島なんよ、うんうん、で9回から矢野出てくるんちゃうかってなってたんやけど、うんうん、9回2アウトまで城島を引っ張ったんよね、その時の監督が、うんうん、9回に藤川と組ましてもう優秀のビーチイニングやと思ったら、はいはい、2アウトまでは取らして何度変えようと、うんうん、で9回表、うん、藤川球児が、2点リードで、はい、村田修一に逆転スリーラン打たれて、俺それ見てた、おじいちゃん家で一緒に。俺も見てた。俺も実家で見てた。うん、行くな、超えるな。伝説の名実況。ね、サンテレビの。そんな、ああ、サンテレビ。行くな、超えるな。で、1分ぐらい沈黙する。うわうわで、それから、これは悪い夢です。あ、そう。これは悪い夢です。超名実況。これ覚えといた方がいいわ、みんなも、うん、いい。これは悪い夢ですってめっちゃ面白いからな。うんうん、で、はいはい。あの、何々んごうみたいに、誰かが炎上したら、うんはいはい、何々川、何々じ、わらわらわら、言われるようになって、はいはいはい。それから藤川自身が撃たれたら、藤川川。それ言いたかった。あ、それのために、それのために喋り始めた。藤川川球児が面白いからやっぱり面白い、めちゃくちゃ面白い、そういうのそういうの、うん、あれ面白い、ドミンゴ知ってるじゃないんすよ、うん、まあでもドミンゴありきですけど、そう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 、うん、そうなのよ、いやもうそんぐらい尺取っていいからもう全員が笑えるぐらいまで落とし込んでほしい、ね、リグス0点最悪、全然面白くないからな、うん、リグスリグスならんって。スンってなるからみんな。イビョンビュはイビョンビュ。えビョンギューちゃん。あれイビョンギュ中日やろ、うん。イビョンギュ、イビョンギュ。えあの、発音すらむずいわ。中日の外野で、あの、韓国のイチローって言われて、来たんやけど。イチローこと、イビョンギュ。だから、そこまで落とし込んでちゃんと。全然歌えんかった。歌んのかい。うん。
そんな守備も上手くないし。はい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 。そうこうして全てが良しと言われて。はいはい、はい。来たけど全部微妙やった。うわぁ。いや、そう、だから、イ・ビョンギュ、チャンとかでも終わってますから、普段ならね。うん。うん、それ良くないな。うん。韓国のイチローことまででも、うん、おぉってなる。編集で入れへん。え？後付けで？喋るんじゃなくて、イ・ビョンギュかよ、わらわらっていうのだけで、うん、もうそこから喋ったらノイズになるから、うん。カベちゃんが編集で、米印、イ・ビョンギュ、韓国のイチローと言われたが、全然打たず、俺らを笑わせた。で、文章をもう変えちゃう。そうやな。はいはいはい、はい、うん。そうやな。うん。そっちの方が親切かもしんないですね。理想はそれか。トータル。わからんかったらそこ見てくださいよ。うん。福留めは？そらわかりますよ。留めさん。うん。昨日やっけ？ああ、引退ね。引退ね。知ってます、知ってます、そりゃ。戦闘民族って言われてるの知ってる？え？銭で戦うと書いて。戦闘民族。なんでなんで？ありえへんぐらい給料を上げさせようと切れんねん。まあ、プロやから当たり前っちゃ当たり前ねんけど。はいはい。それって大事なことやねんな、ほんまに。でも日本人の国民性的にそういう人ってまあ叩かれがちで。そうっすね、うん。アメリカやったらそれは当たり前やけど。うん、なんかひどい時は、娘のおむつ代とかで上げさせたみたいな。それ福留のエピソードじゃないかもしれない。わからん。もしかしたら、うん。はいはいはい。あとなんか、呆れ返って物が言えないとか。低すぎる年俸に対して。まあ、ボジョレーの逆みたいな、福留五六みたいなって、この年はこうやって切れましたみたいなのが、今でも記録残ってる。で、まあ、一番その戦闘っぷりを表す、もう言っちゃってるやつがあって、はいはい、誠意は言葉ではなく金っていう。誠意は言葉ではなく金額。これ名言。これ名言よなぁ。そらそうよ、でもプロやねんから。そうなんよ。うん、そらプロ野球選手なんかそうよ、うん、そうなんです。全部金ですもんね、うん、原動力というかそのために1年頑張るぞっていう、うん、正しいこと言ってんね、うん、そら球団からもらえるもんなの、うん、金だけやからな、うん、かっこいい。これかっこいいよな。言ったやつおらんよ。確かに誠意は言葉ではなく金。メジャー人で、うん、日本人外野手で例を見ないほどの成功をメジャーで収めて、うん、確かにな。まあまあまあそうよ。結構岩村なんてね、もううんちでしたもんね。岩村もそこそこ。まあ、岩村が来てた、レイズで。うん、あ、ほんますか。松井和夫とかの方が。カブス。松井和夫も活躍してたって。まあ、でも何年かはやってるか。うん。やっぱ中島よ。あ中島博之だけよ。西岡剛と。うん。うん。ミッドランド。それ何それ。ミッドランド中島。ああ、そういうこと？ミッドランドと呼ばれていた、その。メジャーで活躍できなかった時の中島。はい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 。アメリカ人みたいに、ミッドランド。なるほどね。そう、適当すぎやろ。それ面白い。なんかおじさんのユーモアやねんよな、ナンジェって。確かに。藤川川球児時なんてもう、それの典型やん。もう。マジで藤川川球児時って、星新一やから、やってること。面白いわ、うん。確かにな。ナンジェって。そうやなんか、うん、いやほんまにいろんなお笑い学べるからね。、うん、インターネットユーモアを結構形作ってるよね。だから結構さ、俺らぐらいの世代周りでニコニコっていう人結構多いけど、うん、何チェーンも結構戦えるんちゃうかなってニコニコと。いやめっちゃあるんちゃう、うん、うんうんうん。だってグーマルマルなんてマジで。そうやな。何チェーンからやろ。はいはい、グーチクショー。グー正論とかね。内川じゃん。グーチクっていう。グーチク。うん。グーの出も出ないほどの畜生って言われて、内川が。うん。え、なんてやっけな。うますぎて。あ、いやいや、ちゃうと思う。それあれちゃうん。ソフトバンク行った時の。そうか。横浜を出る喜びちゃう。あ、そう、横浜を。あ、内川だけ強すぎてってことですか。そう、横浜が当時 TBS 時代暗黒すぎて、はいはいはい、毎年確定で最下位で、うん、内川だけ首位打者取りますって。そうっすよね。うん。記者会見で、嬉しいみたいな。さすがに嬉しいみたいな。横浜を出る喜び。うわで、グーの根も出ないほどの畜生発言として言う。なるほどね。グーチク。グーチク。すごっ。そんなんだから反対として、グー性が出て、はいはいはい。そうですね。グーの根も出ないほどの成人。うん。グー性は何なんですか？誰とかあるんですか？誰とかないんちゃう？しかも、最後の方、グーチクっていうのは長いから、チックって言われてさ、畜生のチック。パッパ、マッマ。はいはいはい。面白。うん。当時、横浜おった時は、内川弱すぎて、
内川が試合終わった後、うん、弱すぎて泣いてたら、うん、横浜ベイスターズのベンチで眠り込んじゃって、夢の中で横浜のレジェンドたちと打線を組んで大活躍してリーグ優勝する夢を見た翌朝にベンチで冷たくなって発見されるっていうコピペが大流行してそれをカッスレみたいに一番流行った元ネタがあってみんなで改変してって、なるほどなるほど、内川が宇宙行った後最後ベンチで冷たくなって発見されたりとか、いろんなパターンでみんなで楽しむっていう、はいはいはい、か不遇やから、そう、かわいそうすぎる、不遇やからこそのね、で小笠原だってそうでしょ、そう、あの小笠原がホームラン打ちすぎるから畜生扱いして楽しむっていう、いやなんか結局なんやろ、めっちゃ打つ人もめっちゃ打たん人もいじられんのなんか思うんですね、うん、それほんまいいとこよね、うん、いやそうなんよ、だからあの中村サッカーやったらないねん、中村雅也のボールがホップアップしているっていう、誰誰誰、あの日ハムのね、そう日ハムにおったピッチャーね、中村雅也っていうピッチャーが、うん、ほんまにそれとかはほんまに大したことないピッチャーやね、うんうん、まあまあそうね、うん、まあ活躍してる時はしてたけど、うん、140キロぐらいしか出えへんくて、はいはいはい、メキシコ行ったよな、今な。メキシコで去年最多勝。うん。えねんけど、うん、なんかまあ、球遅いから、まあ、スタメン外れたり、一軍登録してもらえなくなったり、徐々にしてたんやけど、うんうんうん、すごい熱心な中村勝ファンの人が、うん、中村勝のストレートは、ホップアップしているっていう、うん、野球理論みたいな、物理学の理論みたいなのをすでに名前出して、マグヌス効果っていうのがあって、はいはいはい、中村勝のボールはジャイロ回転してるから、うん、140キロしか出てないけど収束は150キロぐらい速いと、うんうんうん、だから中村勝を使うべきやっていうとんでも理論を展開してそれから中村勝はマグヌスって呼ばれる、うん、いやその何0から1作りすぎちゃうマジでその人たち、そうやね、そのなんか本当が作ったゼロ一のやつあって、うん、それを十にしてアドリブしてるっていう、うん、何その連携プレイ、今でも中村勝の動画見たら全部の動画に多分ホップアップしているびっくりハテナっていうコメントついてる、面白い、すっごいな、なんかてかそのチーム力高いっすよね、そうそうそう、うん、連携すごいな、なんかいやそれがやっぱ当時のみちゃんの良かったとこやね、うんうんうん、今のツイッターのさ、みんなで悪口言い合って殺伐とさせるみたいなのと違うねんな、うんうんうん、和気あいあいとしてるっていう、そうやな、一つのことを深く深く、うんうんうん、楽しもうっていう、うん、確かにそうなんよね、でもマジで野球ってすごいなほんま、閉まるぞこれだからサッカーってさ、やっぱ成績では判断できひんところがあるやん、うん、でも野球ってもう成績が全てやから、データで出ちゃうからいじりやすい、あそっかのよね、ポンコツ扱いしたりしても別にもうほんまにそうやからな、うん、うん、確かにあんま数字で出ませんもんねサッカーって、うん、ゴールアシストが全てではないし、うん、そうっすよね、そのまあね、そのフォワードだけやし、うん、ゴールアシストが測れんの、ポジションの取り方とかその、うん、そうそう、そいつが目立ってへんことがチームにとって逆に良かったりとかするし、うんうんうん、だからサッカーはそういう、そうなんやな、打ってないやつ、点決めへんやついじるみたいなのあんまないけど、はいはいはい、結局は杉本健雄ぐらいやけど、そんないじり方されてんのは、うんうん、杉本健雄知られてる、え、うん、誰誰、珍しいんちゃうサッカーで柿谷2、ああまあでも柿谷もいじられてたけど、まあでも柿谷は実力あるから、柿谷はな、うん、あんまに、でもどっちもセレッソやから、うん、杉本ぐらいっすね、うん、あとベルナ、ティモ・ベルナー、でもベルナーもめっちゃ外してるけど実際うまいし、うん、めっちゃ活躍はしてるし、なんか貢献はしてる、チャンスは作ってんなっていうのが分かるからいじりづらいね、うん、あーなるほど、うん、でもこいつはいじれるなみたいなおらんのすか、吉田豊、あのちょっと分からんかも、名古屋のサイドバックで、おー、これはあの顔おもろいからいじる167センチぐらいの坊主、ちっちゃ、でもほんまにないねサッカーは、うん、そうなんや、うん、役に立たん、だからチームが悪いしな、弱かったら基本、うん、ああなるほど、そいつのせいみたいなのない、うん、ああもうやっぱほんまにチームプレイヤーからか、そう、戦術がそいつを生かしきれてないっていう、はい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 、野球って戦術ないもんな、うん、戦術なんかない、本人が打つかどうかだけ、うん、はいはいはい、ええ球投げてよう打てるかどうかだけ単純やな、うん、いっちゃん簡単なんじゃん、その見る側は、うんうん、なんか
楽しめそう、一番、うん、だチームプレーのふりしためっちゃ個人競技っていうなんか一番楽しいシステム、うん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 、だからこんだけ論じれるんやな、みんなが、うん、ワイ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 、うん、すごいな。サッカーなんかな、戦術分かれへんかったら分かれへんからな。まああと今何分、もう40分も喋っちゃった楽しかった、うん、あと教えとかなあかんのあるかな。なんぼでもあるんちゃう、マジで。なんぼでもあるんすか。1個ずつ言う、1個ずつ言っていく。俺がもうこれだけ覚えてほしい。ほんまなんかこれで言う、それで言ったらでどんどんやっちゃっていいですか、ね、はいはいはい。もうあのほんまこれを、これがもうほんますみません、あのたこ焼き食べてるんで行かしてもらいますけど、あのあのある福本豊、あの世界の盗塁王の福本豊が、はいはいはい、あの0対0の試合の、スコアボード見てあの8回ぐらいまでかな、なんかたこ焼きが16個ありまんなぁ、みたいな言ったっていう。面白い。おぉ、うん。いい。いいです。で、1点入って、つまようじが1本足されたって言うと。よ、いいの。それ面白い。うん。ちょうどいい野球言うの、うんうん。あと、だから、その、国民栄誉賞辞退したっていう。え福本豊か。え辞退できるんですか、まず。なんでやと思う、世界の盗塁やから国民栄誉賞あげたい、当然あげたい、国も。え、なんでいいです。その謙虚なだけじゃないですか。謙虚で目立ちたがりじゃないみたいなことじゃないですか。え、福本豊なんかめちゃくちゃ目立ちたがりやから。うん。そんなんもろたら道でタッチションできへんくなるから。いやいや、サイコパス診断聞いた時みたいな反応すんな。何何何それ。まあでもほんまは目立ちたくないというかね、謙虚なやろってかっこいいよね、その理由。うん、かっこいいよな、イチローの次の1本です以来の、うん、2000本達成してすごイケメン回答よな、うん、盗塁王、世界のそのメジャーとか言ってるってことですか。いや違う、もう普通にずっと世界記録やね、日本で900盗塁ぐらいして、最多盗塁、700盗塁とかっけ、なんか忘れたけど、ね、750とか忘れたけど、やばっ。ルイ出たらじゃあ盗むってことですか、基本。もうほぼ、うん、100通り。てか、福本豊のせいで、クイックモーションができたって言われてるからなさ、日本に。え？どういうこと、どういうこと。あの、クイックって、普通、こうやって、こう投げんねんけど、はいはいはい、こうやってこう投げんねん、もう。ああ、なるほど。はいはいはい。ピッチャーが投げ方変えねん、そう、ランナーで。ああ、なるほど。この一番高い位置までキュッて上げんねんけど。ああ。だから、その走る時間を極力短くさせるってことですか。そう。そう。うん、っていうか、その、投球動作に入ってから本命戦の、牽制できへん状態になってから、ああ、そういうことか。投げるまで。ああ、なるほど、なるほど。で、投げて、キャッチャーが取って、二塁に投げて、はいはいはい、盗塁刺すわけやんか。その到達時間を。そこの時間を短くしたいから、え？クイックモーション。うわぁ、ルール作ったんや、やから、新しい。ルールっていうか、うん、あ、セオリー？うん、うん。それもなんか、多分、ノムさんが。ああ。ノムさんがピッチャーに、もっと早投げろっていう。はいはいはい。あいつ走り寄るからっていうので、クイックができて、っていう。そういうのもいいな。歴史、野球の歴史を学ぶみたいな話、うん。なんか、メインでいける。メインはわからんけど、メインかはわからんけど、うん、なんかでも、違った良さがあるな。野球入門。うん。うんうん、これであなたも野球。結局やっぱそういう歴史って面白いっすよね。うん、面白い。スポーツの、こういう。対策ができてんだよ、うん、こうこうこういう風に進化していくっていう。うん。福本豊、はい。いただきました。そう言ったら、あの、なんかを生み出したっていう、クイックを生み出したっていう話でしたけど、うん。あの、村上春樹、野球が生み出しました。ハルキストの村上春樹、うん、あの小説家の村上春樹、はい、30までジャズ喫茶経営して、はい、なんか文学が大好きな兄ちゃんやったんやけど、はい、急に神宮球場で野球見ててヤクルトの外国人が二塁で打って、その瞬間に僕は小説を書かなきゃいけないって思って小説家になったらしい。そう、うん、まあ持ってるやろうけど本人は。でもそう決意して、だから小説家志望の若者が自分はまだ大丈夫って思うエピソードに使われがちなエピソードやけど、これ外国人の二塁打、うん、なんでわからん確かにわからん、ね、でもあの
そういうのって結構あって、その。あんねや。不調やったけど、はい、このファールで抜け出したとかあんねん。そんなチューニングがピンって合うときが？そう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 。ヒットじゃなくて、ああ、確かに。なんか、えそのファール打ったときに戻ったみたいなとか。言うよな、それ。それあんねやろな、だから、その繊細なあれやから、バランスやから、体の。あと、あの、イチローが、尊敬してる前田智則。うん、前田智則の説明いいね。親切やね。誰ここ広島の、ほうほうほう。広島カープの、ここの天才な、ほんまに。日本歴代ナンバーワンの天才という人もいっぱいいる。イチローが唯一天、その、尊敬してた。え野球選手。おんねや。前田。51番やったよな、前田が。確かそう。で、イチローがそれに憧れて51つけたみたいな。まあ、おんねんけど、おもろい。うん。前田智則は、あの、決め球しか打たない。天才すぎて。かっこいい。もう侍になっちゃってね。そういうこと。打ったないのに、美学が勝っちゃって。うわ。え、それで結果残してんすか？うん。やっぱ。シロット3割打つ。でも知らんかったな。最後の方はでもだからその、見てた時はもう、だいぶ晩年。うん、アキレス腱断裂して、うん、その後です、ね。はいはいはい。最後の方は代打の切り札になってて。うん、あ、そうなんや。それ高校生の時ぐらいちゃうかな。うん。前で友取が代打の切り札。へぇ、そうね。めっちゃ出てくるやん、いろいろ。うん、ポンポン。そうね。それ言ったら、まあ、あの、前田俊介。J リーグ史上に残る天才って言われてて言われてるけど2チャンネルのサッカースレで、はい、前田俊介を諦めない前俊を諦めないっていうタグ大流行しましてえこれ覚えておいた方がいい前俊、うん、これは確かに覚えておいた方がいいインターネット用語かもどこの選手ですか前俊フォワードサンフレッチェサンフレッチユース札幌行ったりもしてるサンフレッチユースの最高傑作と言われえバッコバコ1試合5点とか決めてえ鳴り物にでプロになったんやけど天才すぎて活躍できそう、うん、どういうことマジでなんかあの天才は今みたいな番組でサッカー選手取り上げるってなったら前田俊介は、うん、前田俊介平山壮太平山壮太今日ですね平山壮太って国見高校のちょっと活躍してませんでした FC 東京、うん、いやまあしてるでしてる石川直弘とかねうんうわ夏石川直弘あの部屋番組みたいなしてるね知ってるからね俺ちょっと抵抗するで詳しいよなてか普通に、うん、抵抗するでその好きじゃないにしては詳しすぎるぐらい詳しい、うんうん、野球はまだわかるけどなんでサッカーちょっと詳しいっていう矢部チーフシーちょっと見てたからいいな見てたんやうんいやお兄がねちょっとガンバ好きでうんその影響でねあそうなんやそう誰おった時遠藤とかですもう完全に遠藤とかずっとおんねんで終わり流された